皆さんこんにちは。作曲の新見徳秀です。今日は、高校の音楽1の教科書に載っている、ブドウ摘みという曲についてお話しします。この曲はもともとはソロの曲なんですね。白い歌、青い歌というですね、歌集があります。合計53曲。詩人の谷川雁さんと組んで、作り上げた曲集です。この曲集の、面白いところはですね、作った順序が普通と違う。最初に僕がメロディーというか作曲をして、その音を聞きながら僕がテープで、作って谷川さんのところに送るんですね。それを谷川さんがお聞きになって、詞を入れると。つまり後付けでやってるということなんですね。で、なぜそういうことをしたかというと、やはり日本語のイントネーションに縛られずに自由にメロディーを書きたいという気持ちが強かったので、一度やってみようということになってやったんですね。そしたら2人ともノリが良かったものですから、合計53曲作るということになったわけです。で、まずこの曲の構造、ですね、メロディーからリズム、和声というものをちょっと簡単に見てみましょう。そうするとこれは、タッタタン、タッタタン、タッタタン、タッタ、長い短い、長い短いというふうにできています。で、これはもうおそらく源流をたどれば、古代ギリシャの、英雄六百韻ですね。長い母音と短い母音でできている、詩の構造というのがありました。タンタッタタンタッタ、多分ヘクサメトロスといったと思います。で、これが次第ヨーロッパにずっと受け継がれていまして、例えばシューベルトの、とかですね、これはベートーベンの7番のシンフォニーの2楽章ですね。あちこちにこういうものがたくさんあります。まあ、そういうふうに僕はその源流が、ギリシャにあるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどね。まず旋律はそういう構造でできている。それから、和声的にはこんなふうにね、続音のドが中心になって、今僕はこの原曲の F ドアのに沿って今お話をしています。そうすると、ドの音が中心にあって、こういう構造の上に旋律が乗っかっているということをまず理解していただきたいですね。それから、音楽をこしらえていく、つまり旋律を捉えて、クライマックスがどこかを見つけなければいけません。そうすると、この曲の中間部に、ここまで登ってきて、降りていくわけですね。だから、ここがこの曲の一番クライマックスというか、旋律の頂点ということになりますね。で、そのことを考えてくだすって、歌っていただくと、その目的地がよくわかる。乾く土で言葉持たぬというところにこう持ってきていただきたい。そして最後は、収まっていくわけです。で、この曲のイメージは何か私新見色を出そうということでは全くなくて、どっかヨーロッパあたりの古い民謡にこんな感じがあったんじゃないかなみたいなことを思って、いたらインスピレーションを得て、こういう音楽になったわけですね。で、最初に僕は旋律を書いて、それからピアノをつけるんですね。和音を見つけるという作業をしたわけなんです。で、こんなふうに53曲書いて、それを今度は、高校生の皆さんのために、混声三部合唱にして、ゲードアにちょっと高いキーにアレンジしたわけです。次回は今度は言葉について、お話ししたいと思います。それではまた。